さあ、準備はできました。準備ができたようです。タケチルイージ始めてください。さあ、これはルイージとしては他のキャラに比べるとそこまで不利はないカードだとは思いますか。そうですね、プリン有利とは言われていますが、ルイージとしても比較的やりやすい組み合わせと言えますね。なるほど。さあ、キャベツ投げて牽制しています。プリンは中央台を譲らないという立場ですね。さあ、中央台乗って後ろに投げしていく。ドリルが移動して、さあ、今後には繋がらず、ずらしがしっかりしていますね。さあ、タケチ選手を久々に見ますが、動きが良くなっている選手。NA が強い。さあ、また距離を取って、おっと、中央でドリルから上京を繋いで、おっと、安らには繋がらず、逆に投げられてしまう。さあ、復帰はできるか。キャベツを投げて、さあ、これが強い。下スマ置いてある。サイクロンに対して崖つかみで、さあ、ワンストック先制していくのは肉じゃがシャブシャブのプリン。さあ、キャベツに当たってしまう。さあ、これはスラッシュ、ああ、つながら刺らない。しかし、ここまで溜まってしまえばもやすら一発から昇竜拳でワンストックを取れるので、死亡圏内と言っても過言ではないです。なるべくパーセントを取らずに倒していきたいが、おっと、ヤスラからウェビー当てていく、していく。さあ、まだストックが3段で並んでいく。さあ、中央台を取っていく。おっと、後ろ蹴りと NA が打ち、やはり上を取りたい。しかし、お互い中央台を取りたそうに立ち回ってますね。そうですね。さあ、ドリル当たって、おっと、ウェビー暴れていって、さあ、上逃げていく。これはから上にまで切っていく。さあ、逆にリードしていくのは竹内ルイージ。さあ、しかし 95% なんとか無敵がしっかり逃げたいが、なんとかなって、さあ、お互い中央台を取るまでは動かないというスタンス。おっと、直接上スマで切り返していく。していく、いい勝負ですね。そうですね、2200。敵はしっかり上に逃げて、と投げたいが投げれずに投げて、後ろ投げ、 NA が強い。おそらく NA はしっかり出しちゃって、おっと、ウェビーが出なかった。出しまった。これは痛い。おそらく NA はきちんと出せればルイージには勝てる判定がないかと思うので、そうですね、しっかりそこで判定の差で勝てるかというのがプリン側は重要になってくるかと思います。シャブシャブプリンだが、上スマ知っている。バーストパーセントしっかり知っていました。素晴らしい。ここは経験が勝っていく。ジャガシャブシャブプリンの勝利。見事です、ね、素晴らしいです。難なく1回戦を突破していく。さあ、次の試合はA となってます。竹さんもそろそろではっていう、ね、これね、あの B トーナメントのなんかシードじゃないけど、なんかああ、美味しいとこ、そう、美味しいとこだ。じゃあまだなんかな、まだ。さあ、さあ、プリンス対ダックですね。ってことは俺の試合ももうすぐか。ほんなら誰かに、竹内に戻す、竹内に戻ります。もう二度と出ないと。さあ、自虐していった。ファルキン、よし。さあ、ダックプリンスですね。コンセントレーション。本当だ。さあ、精神を集中していく。さあ、後ろには雫がついている。カービー、カービー、アオリ。まあ、これ組み合わせとしてはヨッシー側は非常に辛いものがありますが、そこは。